STS-42 はディスカバリーによるスペースラブを用いて行われたミッションである。打ち上げは当初は1992年1月22日8時45分が予定されていたが天候のために延期され9時52分に打ち上げられた。ミッションの主目的は様々な生物に対する微小重力の効果の研究であった。ディスカバリーは 1992年1月30日8時7分にエドワーズ空軍基地第22滑走路に着陸した。STS-42 は1992年に行われたディスカバリーの2回の飛行のうち最初のもので、2回目は1992年12月2日に打ち上げられた STS-53 であった。また、このミッション以降、 1997年2月11日に打ち上げられた STS-82 までディスカバリーでの乗組員7人の飛行は行われなかった。STS-42 では西ドイツ人発の宇宙飛行士であるウルフメルボルトが2度目の宇宙飛行を行った。また、ロベルト・ボンダーがカナダ人発の女性宇宙飛行士となった。実験を24時間監視するため、 宇宙飛行士は赤チームと青チームに分かれた。ソニー・カーターはもともとこのミッションでミッションスペシャリストを務める予定であったが、打ち上げの7ヶ月前に死去し、ダビド・ヒルマーズが代わりを務めた。打ち上げ打ち上げは天候のために1時間遅れ、1992年1月22日午前9時52分33秒に行われた。打ち上げ時の重量は、 1 1 4 0 3ラムであった。このミッションでは、生物や材料加工における無重力の複雑な影響について深く研究するためのスペースラブの加圧有人モジュールである、インターナショナルマイケローグラビティラボラトリー -1 が軌道に運ばれた。赤チームと青チームに分けられた乗組員は、低重力への人の神経系の適応やエビの卵、レンズ豆の苗、 黄色症状がえの卵、細菌等の他の生物への微小重力の効果の実験を行った。低重力下での材料加工の実験には、酵素、溶化水銀、ウイルス等の様々な物質を用いた結晶成長の実験等があった。その他のペイロードには、10個のゲットアウェイスペシャルキャニスタ、多数のミッドデッキのペイロード、2つのシャトルス、ミッドデッキのペイロードには、 アプライドマイケローグラビティリサーチ、インベスティゲーションスイントゥポリマーメンブレンプロセッシング、ラディエーションモニタリングエクスペリメント等があった。ミッションは科学実験を続けるために1日延長され、ディスカバリーは1992年1月30日午前8時7分17秒にエドワーズ空軍基地第22滑走路に着陸した。ロールアウト距離は 9811フィートであった。大ビタは1992年2月16日にケネディ宇宙センターに戻った。着陸時の重量は98890キログラムであった。気象の下部の青字の4つの星と上部の青字の2つの星は STS-42 のミッション番号を表している。右側に描かれた 地平線上の金色の一つの星は NASA に向かう際に乗った飛行機でアトランティックサウスイースト航空2311便墜落事故に巻き込まれ死亡したソニーカーターを叩いたものである。カーターは STS-42 にミッションスペシャリストとして登場する予定であった。ありがとうございます。